ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回はこちら DoG の X53 をご紹介します。このモデルは縦長ディスプレイを採用しながら約8000円で購入することができる格安スマホになります。スペックとしては CPU が MediaTek の MT6580M、 ラムが1ギガで、ロムは16ギガ、ディスプレイは 5.3 インチで、解像度は 480×960 ドット、18対9の縦長ディスプレイになっています。また背面のメインカメラはデュアルレンズとなっていて、それぞれ500万画素の組み合わせになります。バッテリーとしては2200mAh ですので、 DoG の製品にしてはバッテリー容量は少ないですが、普段使う分には十分な容量を搭載しています。なんといっても価格が8000円で買えるというところが魅力の端末で、単に縦長ディスプレイを採用しているだけではなく、カメラもデュアルレンズになっているなど、コストパフォーマンスに優れたモデルです。欠点としては、ラムが1ギガしかないところで、複数のアプリを同時に立ち上げたり、ウェブブラウザで複数のタブを開いたりっていう使い方には向きませんが、サブマシンとして使うのであれば十分なスペックだと言います。評価もとても高くて、星5つのうち星5つの満点を獲得しています。現在セール価格の7999円で販売されていますので、こういった格安でありながら最新のトレンドを取り入れたスマホが欲しいと思った方は、この製品狙い目だと思います。カラーについてはゴールド、シルバー、ブラックの3色となります。ゴールドはつい先日発売された新型の iPad のようにピンク寄りのゴーグルになっています。新型の iPad のようにピンクっぽいゴールドになっています。なお、この DoG X53 ですが、販売店のリンクをこの動画の概要欄の方に貼っておきます。詳細なスペックや最新の在庫状況等が知りたい方はそちらからチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。